学校の設置者とは、学校を設置し、学校を所有する者。設置者と称するが、その学校を設立時に設置したものという意味ではなく、その学校を現在もしくは特定の時点で所有し、管理しているもののことを言う。いわゆる、一条校の設置者学校教育法でいう、学校は、同法第一条の定めにより、幼稚園、小学校、中学校、 義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校となっている。これらを特に指す場合は、一条校と呼ばれることがある。学校教育法第2条によりこの学校を設置できるのは、国、地方公共団体、学校法人のみと定められている。ただし道場では国には、国立大学法人と、 国立高等専門学校機構を含み、地方公共団体には、公立大学法人を含むこととなっている。なお、学校教育法附則第6条により、私立の幼稚園については、学校法人以外の者のが設置することを、当分の間認めている。この附則第6条は2007年の改正までは、第102条であったが、1947年に、 学校教育法が最初に施行された際は、この第102条により、私立の盲学校、老学校、養護学校、幼稚園を学校法人以外のものが、当分の間設置することができるとされていた。私立の盲学校、老学校、養護学校については、実際には1999年までにすべて、学校法人の設置となり、2006年の改正により、 学校法人以外のものが当分の間設置できるとした規定も削除された。また、構造改革特別区域においては、構造改革特別区域法により、学校設置会社や学校設置非営利法人による設置も認められており、学校の設置者は多様化しつつある。専修学校、各種学校の設置者専修学校と各種学校は、 学校教育法に定められる教育施設ではあるが、学校教育法でいう、学校、いわゆる一条校には含まれない。したがって、学校教育法、第二条による学校の設置者に関する制限も、専修学校と各種学校には適用されないため、それらを運営するのに足りる財産や社会的信望を持っていることを要件に、都道府県に認可されれば、 学校法人以外の法人や個人が設置することができる。一方で、学校法人は、私立学校の設置を目的として設立されるものではあるが、私立学校法第64条第2項により、学校の他に専修学校と各種学校も設置できると定められている。また、専修学校や各種学校のみの設置を目的とする法人を設立することが、 私立学校法第64条第4項において認められている。これに基づく法人を指す名称は私立学校法では定められていないが、一般的には準学校法人と呼ばれている。これは、いわゆる一条項を設置する前提でなければ学校法人は設立することができないため、専修学校と各種学校のみを設置するために、 学校法人類児の法人を設立できる、要私立学校法で定められた。そのような経緯もあり、私立学校法第65条により、準学校法人は学校法人と称することができ、社会においても、学校法人と準学校法人はほとんど区別、されずに扱われている。校法人特別な学校法人士法人、私人学校いわゆる、一条校と呼ばれる幼稚園。 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校の設置者。専修学校、各種学校、いわゆる一条校と異なり、設置者は学校法人に限定されていない。ありがとうございます。